分離派建築会は1920年に東京帝国大学工学部建築学科を卒業した6人が結成したグループ。その活動は日本で初めての近代建築運動とされる。彼らは自分たちの理想の建築像を百貨店等での展覧会と出版物によって一般に開いて主張した。当初のメンバーは1920年7月に建築学科を卒業した同期16人中、石本菊次、滝沢真由美、堀口素敵、森田圭一、山田守、矢田茂の6人である。当時の建築学科では、佐野力が中心となり、耐震構造など、建築の工学面を強調していた。また、同学科を5年前に卒業した野田俊彦が、建築非芸術論を発表し、建築は芸術ではないと主張していた。こうした工学偏重の動きに対して、建築の芸術性を主張したものであった。分離派という名称は、伊藤忠太の建築史講義で、ウィーン分離派の話を聞いて感激したことから、名付けたという卒業の月に、日本橋の白木屋で第1回作品展を開くにつき、作品集を岩波書店から自費出版し、そこに次の宣言を掲げた。宣言後に、逓信省永全科にいた山口文蔵、早稲田大学専科生の倉立方だ、1学年下の大内修一郎が加入した。分離派建築会としての活動は1928年の第7回展まで続き、大阪でも2回の展覧会を開催した。山口は関東大震災後の1923年11月、逓信省の有志と創部者建築会を起こし、近代建築のこの流れを継承した。分離派建築会が主催して開催した展覧会を以下に開催日順に列挙する。1920年2月1日帝国大学第二学生非会所1920年7月18日から22日、東京、白木屋。同展覧会に合わせて7月18日に、分離派建築会宣言と作品を発刊。1921年10月20日から24日、東京、白木屋。同展覧会に合わせて10月20日に、分離派建築会第2を発刊。1922年5月5日から7日、京都、高島屋1923年6月30日から7月5日、東京、清製薬老城1924年5月大阪、三越1924年11月1日から7日、東京、松屋。同展覧会後に12月15日、分離派建築会第3を刊行。1926年1月27日から31日、東京、白木屋。同展覧会の記録が、第5回展覧会作品号、建築新潮として刊行されている。1927年1月22日から26日、東京、白木屋。同展覧会の記録が、第6回展覧会作品号、建築新潮として刊行されている。1928年9月16日から20日、東京、三越。同展覧会の記録が、第7回展覧会作品号、建築新潮として刊行されている。以下の論文は、代表執筆者の姓の50音順。出版年順。北良介。アートアーズ、分離派建築会。DNP ミュージアムインフォメーションジャパンアートスケープ。大日本印刷。2020年9月19日閲覧。AB 建築雑誌1920、ピアニッシモ408から413、AB 建築雑誌1923、P385、AB 滝沢1967、ピアニッシモ19から23、大熊、河内2004、ピアニッシモ304から307、当時 2016R、ピアニッシモ689から692、当時2016ビット、ピアニッシモ233から234、野田1915、ピアニッシモ714から727、野田1916、ピアニッシモ706から710、三木1958、ピアニッシモ553から556、谷川1986、ピアニッシモ89から90、天内2005、P50、山口1971、ピアニッシモ973から974、天内2007、ピアニッシモ69から82、天内2008、ピアニッシモ90から111、滝沢真由美、文理派建築会。岩波書店1920、日本建築宣言文集小国社、125から126ページ。天内2014、P27。ありがとうございます。